エトルリア王国は19世紀初頭のイタリアに存在した王国である。かつてのこの地域の古称であったエトルリアの名称が用いられた。もともとこの地域を支配していた国家はトスカーナ大公国であり、エトルリアの名称は用いられていなかった。19世紀初頭のイタリア半島に存在した国家であり、その建国と滅亡の経緯からしても完全に ナポレオンのフランス帝国の衛星国家であり、フランス帝国の間接支配のための海儡国家であった。国王には、ブルボン朝の系譜を継ぐ名門であった、ブルボンパルマ家のカルロル・ドビーコ一世を即位させた。1801年2月9日に締結された、ルネビルの和訳を受けて、トスカーナ大公国は、フランスの手に渡り廃止された。同年3月21日に、 ナポレオンによる傀儡国家として、エトルリア王国が成立した。エトルリアとは、トスカーナの古名である。王位には、ブルボンパルマ家のルドビーコ一世がついた。ルドビーコが死ぬと、このルドビーコ二世子とカルロ二世イルドビーコが王位を継承した。しかし1807年のフォンテーヌ・ブローの密約により、ポルトガルがスペインとフランスによって、分割併合をされると、ナポレオンは、 ハルドニセイルドビーコポルトガル北部に新設した、海来国家キタルシタニア王国の王とし、エトルリア王国の方は廃止して、フランス帝国に併合した。2年後ナポレオンは、妹のエリザを、女大公として、トスカーナ大公国を復活させている。ありがとうございます。